タンブレリは、スコットランド発祥のスポーツで、タンバリンを原型としたバットを使用し、バドミントンの羽を打つ競技。また類似したスポーツとして、タンブレロタムビーチタンブレウなどがある。タンブレリの起源は、アフリカと言われ、後にイタリアに渡り、その後時間を経て、スコットランド南西のギャロウェーで、スポーツとして始められた。もともと、イタリアではボールを使った競技だったが、 スコットランドでは、バドミントンの羽を使った競技として発展し、イギリスの各地に広まっている。タンブレリではアウトドアタンブレロ、インドアタンブレロ、タムビーチより円形が少し小さいサイズのバットが使われる。コートのサイズは縦9.45メートル、横4.10メートルで、ネットの高さは1.73メートル。試合はプレイヤーが相手のコートに羽をサーブすることから始まり、 相手はそれを打ち返しラリーが続けられる。以下の場合に得点が得られる羽が相手のコートの範囲内に着地した場合、相手が打ったショットがコートの範囲外に着地した場合、相手が打ったショットがネットを越えなかった場合ネットを越える前に相手が羽を打った場合ゲームは先に21ポイントを獲得した方が勝利となる。お互いが20から20というスコアであれば、 最初に2ポイントを続けて獲得した方が勝利となる。サービスに関係なく、ラリーに勝った方がポイントを獲得できる。2ゲーム選手した方が試合の勝者となる。ポイントの結果に対し、両者とも意義があった場合、審判の裁量によりそのポイントのやり直しが認められる。羽が天井に当たった場合、そのポイントのやり直しが認められる。 試合の最中にダブルスのペアが羽を相手のコートに返す際、それを二度打つ必要性があると判断した場合、一人のプレイヤーが二度、もしくは一度ずつプレイヤーが羽を打ち、相手のコートに返すことができる。もし、その時、ダブルヒットを行ったペアがそのラリーに勝った場合、そのポイントはやり直しとなる。ラリーの最中、両方のペアがダブルヒットを行った場合、 ダブルヒットレッドは取り消され、そのラリーの勝者がポイントを得ることができる。ラリーの最中、ペアは一度目のダブルヒットレッドが取り消されない限り、二度目のダブルヒットは許されない。サービスを行う際、サーバーの胸の高さ以上にバットを持ち上げてはいけない。どちらかの足は必ずベースラインを踏まなければならない。ファーストサービスを失敗した場合、もう一度サービスを行うことができるが、 それを失敗した場合、相手の得点となる。サービスもしくはサイドを選択する権利を得るためのラリーでゲーム前に行う。必ず初めの3回はラリーを続け、4回目から自由に打つことができる。そのラリーに勝った方が、その選択権を得られる。シングルスの場合、サービスはベースラインのどこからでもサービスすることができ。 相手側のコートのどこにでも入れることができる。5ポイントごとにサービス券は交代する。レッドのポイントは含まれない。もし、スコアが20から20になった場合、サービス券は2ポイントごとに交代する。ダブルスのサービスでは、コートは4つの長方形に区切られ、各プレイヤーはそれぞれのエリアでサーブを受ける。サーバーは片足でベースラインを踏み、 必ず自分のエリアと対角のエリアにサービスを入れなければならない。5回ずつのサービス券が各プレイヤーを一回りしたらサービスを受けるダブルスのペアはポジションを交代する。もしスコアが20から20になったらサービスを受けるダブルスのペアはポジションを元に戻すことになる。ありがとうございます。